環境に悪そうなものか。そういえば日本語にできるんじゃ、ランゲージ。あった、日本語あるやん。日本語あるやないかい。楽、日本語楽。製造、あ、なんか動いてるぞ、ラニーが。わかりましたよ。鉄の棒ですよ。バールのようなもの、やったー。バールのようなものができましたよ。Something like a bar。バールのようなものって万国共通なのかもしかして。これで開けられるって寸法ですね。こっち。あるよ。カチャーン。金属製の小さな箱みたいなの、割れたガラス。昔使われた機械の部品みたいな。壊れたバッテリー。自己充電型太陽光バッテリー。光るところに置いとけばいいでしょ。これだわ。ここだ。あれ？瓶。ほうほう。あれ？違う？充電しなくてはならないんだが、割れてるね。組み合わせられない。ないといけないんでしょう。うわ、すごい線路。ありえるのか、この線路。お。毒ガスの吹き出す区域は局地的ではあるものの、不毛の地の作業員はガスマスクの着用を推奨する。徐々になんかロボットがやっぱり増えてきたんですよね。どういう地形なんだここは。あ、ガス、ガスっぽい。ガスだー。何ここは、まあ、厳しい。
厳しい。どういう地形？あ、やばい。やばい。あなたが救世主なの？そう言われて、お、喋る。普通喋る。もっと背の高い人と、あ、差別的ですよ、それは。あ、猫ちゃうの？ミは人だよ。ミ、嫌みみたい。あ、知ってるんだ。あらあら、諦めてますね。ペシミストですね。当には私たちとは到底理解できない力を存在しているの。ホタルエビ。ドライバー。ドライバー。それは触らないで。バックアップ用パワーセル。さてはロボットだな。鉄で作られたチェステープ。ああ、悲しきかな。こっちの方向に歩いていくのが見えた。鉱山が放棄されてからかなり時間が経つ。ああ、危険だろうね。鉱山というか、石の中入ったね。あ！カメラ。これ組み合わせられますよ。え、なんで？そう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 、レンズ外して、こう、こう、ぴったり、すごい確率。で、二人に当てて、あれ？もう一個いる？じゃあ、奥行くか。黄色い光がかかすかね。ダメなの？安全基準法違反。鉄と非蛍光燃料の供給源、地下鉱山の基礎ネットワーク。行っちゃいけないのか。車両がいるのね。全焼基地。あ、ここ全焼基地なの。持ってきたよ。これはじゃあのロボットさんのやつなのかな。横に預言者ロボって書いてある。充電できてないんだよね、多分ね。太陽の光と接バッテリー。あ、充電した。よし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 。お、来たー。
あら、そんな実績。これで何かが変わったのかな？あ、まずい。奴らが。機能が正常になりました。発電機の電源を入れたのですか？歩けます。まずいぞ、奴らが動き出したぞ。あ、パソコンも使える。うまく済んでるよ、ちゃんと。こっちか。だが君はここで一度足踏みすることに。とある箱を開けるためにコードが必要だ。だがそのコードはこの世界には実に存在しない。おい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 、ちょっと一回一回これ怖いよ。別ウィンドウが開くんだよね。よろしい、それではすぐに探したか。ああ、わかったぞ、このコード。あれだろう、ゲームのフォルダとかに入ってんだろう。オフで体験済みだぜ。地図とかないかな。マシンどもが動き出しているので。だけか。あそこだけが動いてるの。あ、いや動いてた。正常に戻った割には特に何もしていない。あ、この私盛りが動いてるかな。あ、機能が正常になりました。発電機を修理したのはあなたです。チャンネルが手伝ってくれた。まあそうだね。どうもはじめまして。私はコギボットナンバー310です。コギボット。あ、動けません。その通りです。サビとレールを持ってこないといけないわけですね。サビとレール。